統一地方選挙後初めて開かれた昨日の県議会本会議、議員の胸元には真新しいバッジが。初めて身につけた新人議員が、やはり軽はずみな行動できないし、そのしっかりと公人としてやっていかなきゃいけないっていうのをこのバッジで示してもらったような、そんな感覚にはなりました。ところでこの議員バッジいくらだと思いますか？3000円。5、6000円。お一人当たりこれが2万1000円ぐらい。そんなにするんですか？あらまあ。県議会によりますと、議員バッジは4年ごとに選挙で当選した議員全員に交付されます。その費用は私たちが納める税金です。現在は1個あたりおよそ2万1400円。バッジに使われている金の価格が高騰したため、4年前と比べ4600円ほど値上がりしました。議員43人分の総額では20万円余りの増額です。金じゃなくていいと思うので。それ毎回支給されるんですか？そのままでいいんじゃないかと思いますよね。こうした声が上がる中、県議会の元吉議長は、今金が高騰していると、逆の場合もございますから、一概に即座にという結論は出ないと思います。4年に一度じゃなくて現職の方もずっとでもいいんじゃないかという話もあったんです。どうですか、そのあたり。それはですね、確かにあれですけど、ものすごく痛みます。もうハゲてしまって、そこへんもあるんで、やっぱし改選ごとには必要かなとは思いますけどね。その上で元吉議長は、他の議会の対応を注視して判断していきたいとしています。はい、この議員バッジにつきましては見直しが進んでいる自治体もあります。こちらはこの春から議員バッジを変更した滋賀県議会のものです。左が以前のもの、そして右が新しくなったバッジとなっています。見た目での違いは分かりづらいですが、実は価格が大きく違うんです。以前のものは1つおよそ2万5千円、新しいものはおよそ6500円です。以前のものは大分県議会と同じく18金製でしたが、金の高騰を受けまして1つおよそ5万円に値上がりすることが分かったため、素材の一部を金から銀に変更しました。その結果、想定よりも全体でおよそ200万円の経費削減につながったということです。議員バッジをめぐるお金の問題、皆さんはどのようにお考えでしょうか。